勝利の女神伊藤美咲さんがコートサイドで見守ってくれています。伊藤さんこんばんは。こんばんは。伊藤さんが来て連敗が止まりましたね、はい、日本ね、選手の皆さん本当に頑張ってますよね。そうですね、勝ちたいという強い気持ちを持ってプレーしてくれていると思います、はい。そしてあの伊藤さんは今日試合前監督にインタビューされたそうですが。そうなんです、練習会場に行ってきました。その VTR をご覧ください。監督、今日のドミニカ戦の意気込みを教えてください。いい形でですね、昨日乗り切れましたんでね、その意味で上り調子を継続して頑張りたいと思います、はい。1回も負けてないからね、今日も勝利の鍵をつけてますよ。何か監督もちょっと表情が柔らかくて、これ勝ったからなのか美咲さんがインタビューに行ったからなのか、ちょっとその辺はよく分かりませんけども ね、はい。監督リラックスした表情で、はい、はい、見ましたよ。そうですね、今日もコートサイドからよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそして館内、現在コートではドミニカ共和国のスターティングメンバーが発表されております。バルガス、バウティスタ、メルセデス、カブラル、ゴンサレス、ロドリゲス、リベロは彼らというスターティングセブンですが、注目は10番のカブラル。この選手の跳躍力に注目してください。監督はホルヘ・ガルベエ監督、かつてはキューバ代表のアシスタントコーチも務めていた監督です。さあそして昨日札幌3連戦の初戦、難しいと言われていたトルコ戦を取った全日本のスターティングセブンです。昨日のスタンディングメンバーに変わりはありません。オリンピックの舞台を知る吉原智子が今日もキャプテンもちろんです。そして竹下、昨日大活躍の高橋、杉山、そして19歳2人のエース大山と栗原、リベロは小さな守護神佐野優子。今日もこのスターティングセブンでキューバを下してきたドミニカ共和国戦に挑む全日本です。全日本を率います柳本昭一監督52歳、今年2月全日本監督就任、それから1年も経たずしてオリンピックを目指す今大会を迎えています。さあそしてリザーブのメンバーです。辻千恵、佐々木美希、大村かな子、高麗真希子、木村沙織、今日も総力戦で挑む全日本。さあそれではここで試合のルールを確認しておきましょう。サーブ権に関係なく得点が入るラリーポイント制です。25点選手の5セットマッチ、ただし最終セット第5セットのみ15点で試合が決まります。早くも大歓声の場内、日本のサーブから試合が始まろうとしています。さあ今ドミニカ共和国戦第1セット幕が上がりました。最初はまずセッターゴンサレスがスルーしてきた。栗原のファーストスパイク日本です。今度はレフトに回しました。高橋の絶好調、ブロック、高橋がまず1本止められました。いや高いですね、今日はやっぱりもうとにかく高さとかブロック持ってますので、はい、いかに、ね、両サイドに振っていけるかっていうのがポイントですよね。ドミニカ共和国はこれワールドカップ初出場なんですけれども、なんといっても8月の国際大会でキューバを下してきた、はい、90年代無敵のチーム、キューバを下してきたチームですからね。あここもブロックです。2本連続ドミニカの高さの前にシャットアウトされました日本です。ドミニカのね、サーブもね、スピードありますよね。あそうですか。で日本の課題とするサーブレシーブがやっぱりセッターにね、きっちり入るバレーの展開してほしいですね。昨日はそのサーブカットが返り始めて、まあ、竹下のコンビがね、はい、このパスです。はい、昨日はこの竹下杉山ライン、はい、大橋さん絶好調でしたからね。そうなんですよ、センター線が生きるとライトが来てレフトのオープンも生きてくるっていうのは理想的でしたよね、はい。日本の札幌3連戦の2戦目ファーストポイントは竹下から杉山のコンビでした。栗原のサーブです。セッターに返ったゴンサレス、ちょっとネットに近いか。このうわすごいスナンバー10がキューバのカブラル。昔のキューバだというと真下にドーンと、ね、打ちつける形で、このドミニカはやっぱり後ろのコースが打てるんですよね、非常に高くて嫌なスパイク打ちます。今サーブに下がりましたけども、あの10番は強行からでも打ってきますからね、あのカブラルを止めなければなりません日本。さあしかし日本この大歓声は大山からのポイント。藤原さん、なんかこの歓声を聞いてもね、はい、もう完全に日本のエースとして認知されたんだなという感じがしますよね。そうですね、だんだんと、ね、顔も引き締まりましてね、はい、迫力が、ね、出てきましたよね。監督戦では不調で外されて涙も流した大山ですが、はい、一試合一試合見事に成長しています、はい。さあそして札幌は止められた高橋ですか。ワンタッチあります。献身の旗が上がりました、はい、ワンタッチを取りました。こういう幅もそうです。やっぱりね、竹下選手のところに持ってくるというのが一番理想的ですよね。そして今ご覧いただいているのはアタック決定率です
ですけども、高橋はこの試合の前までで世界の第4位なんですよね。そういうことですよ、もう周りが全員190センチの中のアタッカー陣の、ね、中に切られてますからね。170センチの高橋が、しかもライトポジションですからね、はい、それで世界のトップ4に入っているという現在のスパイク決定率。さあ、これもサードカット乱しています。アウト、ロドリゲスのスパイクがアウトです。ポイントは日本です。やっぱりね、こういうね、ドミニカのようにね、最初乗れてくるチームっていうのは、最初ね、日本がいかにその潰していくかですからね。そうですね、リズムを先に取られてしまうと、何しろキューバを倒してきたチーム。あたあた、ドミニカ共和国、さあ拾ってきました。おやら、アニメでもこちらもすごい、彼らオンサレスからバッカダックのバブダルですが、ネットにかかりました。おい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 、ポイント日本、第1セット6対3、3ポイント日本がリードしたところで、ドミニカがタイムアウトを取っています。ファーブ15番狙ってるから、キャッチしたらないから1番と向こうだけで、ね、ほんでカナは向こうの入ったらシンを思い切っていけいけ、これ行ったら行ったらシン下がれって思って。立ち上がりが大事なこのドミニカ共和国戦、ドミニカは今大会初戦でキューバと当たって、まあその今大会のキューバ戦ではセットカウント3対1で敗れたんですが、ただ8月にはキューバを国際大会で下したドミニカ、そのドミニカを相手にご覧のように日本5連続ポイント6対3、出だしは2ポイント連取されたんですが、ひっくり返して現在は3ポイント日本がリードを奪っている第1セットです。日本は先にドミニカにタイムアウトを取らせました。 BT ってちょっと合いませんが、バルガスです。ある程度今日は狙いどころとして、レフトからクロスを止めるっていうのが一つあると思うんですよ、はい、だからまあ速攻よりもとにかくまず最初にオープンスパイク止めていこうという形だと思いますね、はい、ここはセンターから得点をされました日本です。得点を決めたバルガスがサーブを流しています。速いサーブだ、ファイターで竹下にしかし返りました。サタマイ世界第4位のスパイク、高橋美幸自分でサーブレシーブをしてスパイクを打っていくんですからね、このスパイクなんかそういうの綺麗いいですよね。小島さん、ライトポジションというのは非常に要求されることが多いポジションなんですね、でも高橋はね、スピードありますし、パンチ力もありますからね、非常に面白いでしょう。全ての役割をこなしている高橋にもかかわらず、打つ方でも世界の第4位。これもいいサーブになった。なんとか日本のコートに帰りました。ネット上です。押し込まれたボールが日本のコート、竹下がうまく上げて大山、このドトロがある、その後竹下、いや3つ目まで栗原タッチしたんですが、その後が繋がりませんでした。ちょっと上がってね、一瞬ホッとしてしまいましたよね、ただね、動きはすごくいいですよね。ちょっとしたボールもリベロ佐野選手なんかきっちり上げてますよ。繋ごうというね、足が動いてますよね、はい、昨日からね、日本がね、7対5、日本のリードは2ポイントです。竹下に入りました。吉原の長いブロード、ブロックフォロー、竹下が拾って、高いボスト、ブロックはアウトです。もう最高のプレーをしましたね、今ブロックアウト。8対5、日本3ポイントリードを奪ってテクニカルタイムアウトにたどり着いています。249万8000円、後ろの座席で DVD も見れるんです。三菱とことん感謝祭開催中、お近くの三菱のお店。三菱モーターズ、軽自動車をご検討の方、三菱では EK シリーズ、ミニカ、タウンボックス、パジロミニが人気です。例えば EK ワゴンなら MD と CD が付いて94万8000円、さらにオプション5万円分も。三菱とことん感謝祭開催中、お近くの三菱のお店。三菱モーターズ、テクニカルタイムアウトが解けました。8対5、日本のリードは3点。ウサムだ、先ほどいいスパイクを決めた大山、サーブでも崩している。打ち返していきました。ドミニカアウト、アウト、これですよね、ドミニカのスパイクはアウト、はい、もう攻めていれば、絶対に相手ミスしてくれるんですよ、はい、一発すごいなって、もうすぐ切り替えていればね、いいですよね。そして崩したのは大山のサーブでしたね、はい、ちょっとサーブで悩んでたんですけど、今日はいいですね。さあ1本目、まず相手のサーブでしたが、次はネットにかかりました。2本目ってどうして
てもこう入れていこうかなって悩んでしまう、思ってしまった瞬間にちょっと弱いですよね。ただ大山もスパイクサーブ打ち出したのはつい最近のことですからねそれで世界と戦っています19歳のエース大山、ネットにかかりましたがまだ日本のリードは変わりはありません。9対6こっちはサーブは長い、エルセデスのサーブは長い。ドミニカはね、やはりサーブレシーブレシーブっていうのは、はい、あまり、ね、得意じゃないんでね、はい、日本はねブロックだけを意識してね、抜いていければね、結構決まる可能性が高いですね。なるほど、はい、変な話、ネット際30センチこそは決まるって感じですよ。そうですね。あ、なるほどね。これもサーブで乱しています。カブラです。跳躍力は抜群なんですがネットを越えません、うん、いいボールが来ないんですね、カブラリンね。そうですね、だからここで絶対に中途半端なボール決めさせないことですね、調子づかせないことです。日本が先に2桁に得点を乗せて11対6、まだドミニカのカブラルは眠ったまま。カブラルにいいボールがいきません、これもいかない。カブラルにボールが回りますが軽く打ち返すだけ。カブラル、竹下はバックアタック、高橋ソフトスパイクです。ワンタッチにかけてドミニカ、レフトもう1本、カブラルはフェイントか。竹下がボールに入っています。高橋バックトス、栗原よく打った、すごいもうクリアのライトのねスパイクっていうのは、安心して見てられるようになってきましたね。本当に真ん中とかライトから打った方が決まるんですよね。そうですね、また高橋選手もね、はい、安心してトス上げてる感じがしますね。ですよね。ここまで稼いだ得点83は昨日までチームのトップです。19歳で日本で一番点を叩き出しているのが栗原。レフトへ長いトス、カブラルです。いや、このカブラルが飛び始めると久澤さん怖い、ね、いいトスが上がるとね、怖いですね。ですからこのカブラルにいかにいい形で打たせないか。そうですよね、サーブレシーブを崩して、はい、2段トスでね、ネットから離れたりすると結構ネットにかけますもんね。そうですね、そのためにもサーブなどが大事になる日本です、はい、杉山のブロードのフェイント、はい、ですよね。本当にね、昨日の試合もそうだったんですけれども、好き放題打ててるというね、はい、スピードどんどん出てきてますからね、まあ、それを操ってるのはもちろん竹下ということになるわけで。そうなんですね。これ竹下としても気持ちいいですよね。もちろん杉山もそうですけどもね、振った体感というのは本人しか分かんないでしょうね。でしょうね、はい、しかしこの当たりは高い、こういうのはもういいんですよ、サーブレシーブ通った時のエイクイックはね、もう出てもいいかも分かりませんね、はい、うん、いかに切り替えるかですよね、はい。ポイントはドミニカで13対8、ただ日本この試合5ポイントリードを保っています。ロシアのサーブはちょっと乱れました。栗原、うわー、またクロス、いいですね、ライトからのクロス、栗原。ここ今のローテだと高橋選手もいてレフトの平行もあるんですけれども、フランス決まっているのでどんどん行ってますね。そうですね、これでクロスに突っ込むんです。これ正直ね、ちょっと近い方が嬉しい、乱れてるんですけど関係ないですね、そういうもんですか、はい、昨日も決定率は 63.16% というものすごい数字を叩き出した栗原。よしよし、わずかにアウト。もうね、サーブミスはもう全然気にしないで、どんどん攻めることなんですから。前で乗ってますからね、今栗原はね、全然チームの雰囲気を壊すことはまずないですね、今は、はい、それで対角の大山が前衛に上がってきた日本です。14対9、サーブ権はドミニカですが日本のリードは5ポイント。さあ怖いカーブラルは後ろに下がっています。竹下に入りました、縦伸び、早い、はい、リベロが拾えません。でももうサーブレシーブがね、日本はね安定しましたね、ね、昨日のトルコ戦からね全然崩れなくなってましたね。その辺りは、今日の試合前のね、監督は、ネットのこちら側で自分たちのバレーができれば関係ないんだ相手はと。もうそうなんです、サーブレシーブの練習本当に1年間やってきましたからね、サーブだ、これもいいサーブだ、サーブポイント、1本目日本サーブポイント、16対9、2回目のテクニカルタイムアウトも日本リードで迎えています。一粒丸ごとロッテマカダミア、カリッと弾けるクリスピーマカダミア、あなたはどっち？ほとり落ちたよ屋根の雪、白い栗から、あん、失礼しました。お餅もちもち雪みたい、お集中。スピードとは男のロマン、いらっしゃいませ。レースとは俺の生き様、任天堂ゲームキューブ、マリオカートダブルダッシュ、ホットマリオ。ゲームキューブ単体が14,000円に、そして
マリオカートダブルダッシュやマリオパーティー5などのソフトとならうんとお得に 19,800 円。プレイゲームキューブ。2回目のテクニカルタイムアウトも日本リードで迎えています。16対9。時間差、吉原押し込んだ。日本これで3連続ポイント。16戦目のテクニカルタイムアウトを挟んで日本3連続ポイント。フェイントも強打もね、全て決まるって感じがしますね今ね。テクニカルタイムアウトの前までちょっと6プレーぐらい連続ポイントがないシーンが続いたんですが、はい、その後日本が絡みかけています。そうですね、キャッチ入ったら本当に今日はいいですよね。でやっぱりドミニカのブロックは真正面だと強いんですけれども、はい、速さと幅、これをいかに横に使うかなんですよね、はい、今のプレーでドミニカも2桁に得点を乗せました。17対10。です、速いサーブです。竹下ちょっとレッドに近いが、よし上げた。これがキャプテンの力です。しかしね、今の竹下のトス、もうね目いっぱいのところで上げてる。これすごいですよね。なかなかできないプレーですよ。これも竹下の身長でネットの白帯の上にボールがあるとちょっとトスアップは難しいと思うんですけれども、はい、そうなんですよね。昨日から乗ってますね竹下はね。今日もこの北の大地で竹下劇場展開になるかどうか。18対10、日本8ポイントリード。ボールはドミニカのコート。ソフトなスパイクですが、これが長く決まっていきました、はい、ポイントはドミニカです。これセンターのマイクのちょっと高めなのっていうのは、遅いんですよ打ってくるのがね。飛びますから、回転力あるので、振り目に飛んだらいいですね。今決めたバウンティスタが193センチ。とにかく190センチオーバーのプレイヤーがゾロゾロいるドミニカ。ロドリゲス、このテンションは190センチ以上、はい、確かに今のスピード遅いですね。そうなんですよね、ジャンプに合わせて、ね、飛んでしまうといけないんですよね、はい、それ以上高い位置に打点があると、はい、いうことになってしまうんでしょうか。森さん、はい、そのあたりはね、テクニカルタイムアウトの時に柳本監督から指示が出てますね。そうですか、ゆっくり飛ぼうという指示です、なるほど、わかりました。はい、コールサイドリポートは長坂アナウンサーです。さあここは竹下が吉原を走らせました。19対12。今日は誰が打っても決まるという日本になっています。7点のリードを許したところでドミニカ2回目のタイムアウトを迎えました。セッターにきっちり入っていくケースっていうのがもうね、3分の1もありませんから、はい、
だからこういうねボールの時はもうねブロックだけはゆっくり飛んで、もう決められても次だという形の方がいいですね、はい、あの上から打たれるのはもう日本しょうがないと、しょうがないです、あこれもダイレクトだ、ドミニカにポイントです。ここはね日本は油断はダメですよ、締めないと。何しろあのキューバを国際大会で2度も下したことがある、はい、今大会もブラジルからマッチポイント何度も奪ったことがあるという ね、 そうですね、結果負けてしまったんですけれども、はい、リードは ね考えない方がいいですね。日本はドミニカの底力だけははっきりと読めません、はい、怖いチームを迎えている日本。このセットは6ポイントリードを保っていますが、ドミニカの打ってくれましたよね。ここでね、はい、大橋さんドミニカに点が入っていたら、はい、ちょっと怪しい部分になりかけるところですからね。そうなんですよね、大きい一本でした。さあそしてこの第1セットから早くも17歳の全日本メンバー木村沙織がコートに向かいました。今日もねサーブ練習を本当にたくさんしてましたよ。コース狙うと思いますよ。吉原に代わってピンチサーバーは木村です。高校2年生17歳の全日本のジャンプスキーを狙っていきました。藤井さん打ったところがすごいですよ、ね、うわすごいコースですよ今。ものすごい度胸ですねこの人は、普通怖くてあのコース狙えませんね、あのこのワールドカップの意味を分かってるんだと思ってくれものすごいプレーしますか木村です、はい、さあこれはヘイクを入れて杉山のブロードです。いいですね、なんかもうあの余裕を持って今はね、僕らも見てますけどね、何かコート上の面までゆったり日本の選手たちがプレーしてるからような、そうですね慌てないですもんね、そんな印象がありますが、さあ7点のリード、ただドミニカの底力を考えるとここは一気に畳みかけてうわーいいコース、今のはいっぱいいっぱい、あれ止まらないんですよね奥に打たれると。この9番のカブラルだけは日本決して届けてはいけません。これはあのどうですか、なんか久田さん、あのキューバの選手を想像しますよね。そうキューバとやってるような感じを、ね、感じがしますよね、まあ、確かにこのチームを今率いているのはあの元のキューバのアシスタントコーチであるわけなんですけれども、はい、そのあたりキューバのバレーが今ドミニカに叩き込まれているわけなんですね。この人がホルヘ・ガルベイ監督、かつてキューバ代表のアシスタントコーチを務めていたかつてのキューバの頭脳です。そのキューバの頭脳がドミニカ、人材の宝庫と呼ばれているドミニカに今叩き込まれています。あこれは返すだけうまい、あしかしこれがポイントになるか、つなぐドミニカ、つなぎました日本チャンスボール、杉原が開いているが杉山海也レフトコマースわずかにアウト、ね、今、まあ、ブロードの、ね、杉山選手向かったんですけど、早い、ね、レフトまで持ってたんですけどね、1枚今いろんな選択肢があって高橋を選びました。ちょっとね、トスが少し高橋が高かったかもかな、もっと早いところなんですね。ポイントはドミニカです。22対17、差は5ポイント、サーブだ、サーブからちょっと打たれました、竹下龍一が動きます、栗原クロスコースに入っています、ゴンサルスが拾いました、レフトこの人が怖いカブラル、捕まえた、カブラルを捕まえた、栗原選手ですか、日本ドミニカのエースカブラルを止めました。この跳躍力を誇るカブラルを止めた日本の2枚、普段栗原選手レフトで飛ぶんですけれども、やっぱりこういうパターンがあるので、はい、こちらの練習もしてたんですよね、ブロードは苦手だけど高いトスは得意みたいですね。そして今のシーンを見ても今日は第1セットから栗原笑顔ですね、はい、さあこれもサーブで乱しています、2ラウンドスになります、ロドリゲスワンタッチ、おっしゃー、ワンタッチはない、日本のポイント24点目。でもね苦しいボールよく吹かしてくれますよ、あのドミニカは。そのあたりはまだドミニカもエンジンが温まってないという状況なんですよね、そうですね、その前に日本の強烈なサーブが叩き込まれている第1セット、さあセットポイントを握っている日本、これもコンビが合わない、ポイントは日本、日本第1セットはドミニカに何にもさせませんでした。25対17、日本が第1セットを奪っています。見事な強さを見せました日本です。今日のドミニカ共和国は6月あるいは8月に行われていた国際大会でオリンピック3連覇中、世界三大大会はシドニーまで8連覇を達成したというキューバを下してきたチーム、今大会も、まあ、ブラジルには敗れたんですけども何度もマッチポイントを奪う、そんな強さを見せたドミニカが今日が相手だったんです。ひょっとしたらこのドミニカは小林さん苦しいかもしれないというね。そうですね、あのやはり日本がね攻め勝ってる、勢いに乗らせてなかったっていうのが一説目大きいですよね、やっぱり立ち上がり日本が早く自分たちのリズムを掴んだ、はい、早く自分たちのバレーに持っていった、これが大きいですよね。そうです、やりたいことがきっちりできてますね、第1セッ
セットは8ポイント差、25対17で日本がまずは第1セットを取っています。ストップをかける。維持できるじゃないか。どうしよう。21世紀最初の総選挙が間もなく終わろうとしています。今回の選挙では各党がマニフェスト、政権公約を掲げて戦うという画期的なものとなりました。果たして有権者はどんな審判を下したんでしょうか。午後8時投票締め切りまであと10秒です。それでは FNN の議席予測です。まずは小泉総理率います自民党ですが、目標の単独過半数を下回る233議席です。前回2000年の総選挙での獲得議席233議席と同じで、解散前の247議席よりも14議席下回る予想となっています。続いて公明党は解散前から5議席増やして36議席、そして保守新党は大きく議席を減らして4議席となっています。対する野党です。自由党との合併で政権交代の受け皿としての、注目が高まっています民主党ですが、180議席、解散前に比べて43議席増やす躍進ぶりなんですが、目標の200議席には届かない情勢となっています。共産党は20議席から9議席に半減、さらに社民党は18議席から3議席と大きく減らしています。自公補与党3党で過半数を上回る273議席ということになるわけなんですが、これは絶対安定多数と言われている260議席を超えています。与野党別の数字、はい、出ましたね。ご覧のようになっています。で、野党と無所属候補らと合わせた合計はご覧のように207議席となっています。それでは続いては注目の対決、自民党民主党それぞれ選挙区とそして比例区に分けて見てみたいと思います。ご覧のように選挙区では自民党民主党に大差をつけているんですが、反対に比例区の方では自民64、民主77議席と、予想では民主党が自民党を大きく引き離しています。それではこの予測を踏まえまして、各党はそれぞれどのように反応しているんでしょうか。まずはですね、自民党の額賀政調会長に伺いたいと思います。額賀さん、よろしくお願いいたします。はい、どうぞ。今予測が出ました、233議席と2000年の総選挙と同じ、議席数なんですが、我々の予想としてはどのように受け止められますか。そうですね、前回の選挙は若干逆風の中での戦いでしたんで、我々はそれ以上大変過半数に近く行くものと思っておりましたので、はい、予測については若干これは少なめな感じがいたします。もっといけるんではないかと、このように予測されて、私どもぐるっと歩ってきた範囲においては、非常に手応えもあったし、それから今度はですね、不在者投票もかなり多くなっておりますの で、結果論的に言えばもうちょっと自民党の票数は増えていくものと思っております。わかりました、ありがとうございました。はい、続いては民主党の枝野政調会長です。枝野さん、はい、我々 の、はい、予測では民主党躍進が台をつけていいかどうかわかりませんが、はい、この予測どういうふうに受け止められますか。はい、二大政党制をしていこうという国民の皆さんの反応、はい、そういった手応えは感じておりました。あとはですね、かなりの選挙区で大接戦を演じておりますので、そこでなんとか競り勝ってもらいたいと、で少しでも議席を伸ばしてもらいたいと、こういうふうに思ってます。はい、ということはまだまだこの今後ですね、こうした予測を上回って議席を獲得していける、もう少し伸ばしていけるというふうな読みが民主党の方では終わりだということなんでしょうか。これは本当に大激戦のところが多いものですから、はい、本当に最後までわからないというふうに思っています。わかりました、ありがとうございました。民主党の枝野政調会長でした。さて、投票開始からもう間もなくですね、4分ということになりますが、続々と当選を確実にした方が出ていらっしゃっています。投票締め切りから
まだわずかですが、すでに48人の人が当選確実を出しております。自民民主のこの人たちも含まれています。小泉総理は言うまでもなく圧倒的知名度で、出口調査でも大きくリード、民主共産の新人に大差をつけ、早々と当選確実です。次は三重3区です。民主党の岡田幹事長、出口調査で6割を超える支持を集め、早々と5回目の当選を確実にしています。続いて注目選挙区の出口調査の結果を見ていきましょう。新潟5区田中真紀子さんはどうでしょうか。自民前職の星野幸男さんとかなりの激戦です。真紀子さんのリードはわずか5ポイントとなっています。元民主党副代表鳩山邦夫さんが民主党菅代表に挑戦した東京18区、注目の仁義なき戦いは菅さん優勢です。そして注目の兵庫7区です。秘書共有問題で苦境に立たされた社民党の土井孝子党首苦戦しています。出口調査の結果では土井党首への支持は 40%、 自民大前さんが 49% の支持で差をつけられています。以上開票速報でした。はい、ありがとうございました。さて画面の方ご覧いただけますでしょうか。この画面の下には当確当選を確実された方のそれぞれの党のですね、獲得議席数が刻一刻とこのように表示されてまいります。どうぞ皆様はバレーボールをご覧になりながら、今回の総選挙のですね、最新情報をこちらの方で確認していただきたいと思います。今日はここまでドミニカにリードを許していません。札幌3連戦は3つ取って初めて次の舞台大阪へと乗り込むことができます。ただ今日のドミニカはかつてキューバを下してきた強豪チーム、そして大林さん、明日はポーランドというね、はい、アメリカに勝ったチームが待ってますから。そうなんですよね、次から次へとこう山はあるんですけれども、やっぱり今きっちり勝っておくことが本当に大切ですよね。この3つを取ることは本当に難しい、試練の厳しい札幌3連戦だと思うんですが、あの名古屋の連敗を引きずらずに見事柳本ジャパンは再生してますよね。そこがだからすごいなと、本来だと本当にどうしようという迷いがあるはずなんですけど、はい、見事な昨日の勝利で、あの全くスタートと同じようになりましたね。さらに強くなった日本、8対6にポイントリードしています。第2セット最初のテクニカルタイムアウトも日本リードでたどり着きました。8対6、ドミニカにリードを許さない日本。ちょっと合わない、ボールは日本のコート、大山前はストレート、ブロックを打ち出しました。ポイント日本9対6。今久田さんの声ちょっと聞こえたような感じがしたですね。でも今の2段トスもね、高橋にしたらしんどい2段なんですよ、でもよくねストレート打ってますよね。ポイント日本3点差、3点のリードです。竹下のフローターサーブ、セッターはジャクソンに変わっています。カブラル、ナイスブロック、またカブラルを止めました。いやライト側ブロック、特に栗原選手いいですね、これほとんど栗原1枚ですよね、もうね、はい、素晴らしい、ね、位置取りがちょっと分かんないんですよなんて言ってたんですけど、そうなんですか、全然関係ないですね。10対6、日本2桁に、この第2セットも最初に2桁に得点を乗せました。ここはドミニカのポイント、10対7です。さあ応援席で応援してくれるニュースの山下君、はい、10対7、この試合も日本リードですね。いいですね、本当になんかさっきのブロードコーヒーもかっこよかったし、本当にこのリズム崩さないで頑張ってほしいなと思います。そうですね、はい、このも愛しいですね、これからも応援を高いですね。はい、そうですね、これも今ワンタッチを取りかけたんですけれども、その後がつなぐことができませんでした。このドミニカの高さだけは要注意です。10対8、ドミニカのポイント、前衛狙いです。速攻封じ、高橋を止めました。相手がね、こう前で速攻封じをやってるのに、ちゃんと速攻で決め返すっていうところが、はい、ドミニカとしてはすごい打撃を受けますね。なるほどね、これはただの1点ではない1点になると、はい、作戦が失敗ということですからね。11対8、日本のポイント、リードは3点、いいサーブだった。ジャクソン1人おとり、カブラルです。すばーい、すごいすごいすごい、この館内がカブラルのジャンプの度におーというため息が漏れます。これね、前半から中盤で日本がドミニカを離さないと、ドミニカってのは崩れないんですよね。そうですよね、これから乗ってこれますからね、あのいい形でこのカブラル、あるいは3番のバウティストにボールが上がれば得点力ありますからね。杉山 A クイック拾っています。ドミニカ、これを打ち返すだけ、日本チャンス。竹下、距離を取り、高橋を使った、
佐野から竹下一人時間差はブロックだ。これがドミニカの高さです。ここがね、一人時間差っていうのは上って強いんですよね、移動の方がいいですよね。これでドミニカ、日本あと1点で捕まえられます。さあこれは日本一気に畳みかけるためには取りたいポイント、大山に託すがブロックポイント。ここですね、ここはね、高橋選手と杉山選手の時間差あたりでね、攻めるとね、確実にね、ポイント取れると思うんですけどね。日本この試合初めてピンチを迎えています。11対11、ドミニカ3連続ポイント、高橋を走らせました。ブロックに1回止められて、2回目は大山、これも止められた。ドミニカ逆転。ちょっと精神的に今怖いと思ってしまうので、ここ絶対次切らないといけませんね。柳本監督はまだ動きません。ドミニカの4連続ポイント、大山がブロックシャットアウトされました。さあ竹下はどうやする。竹下に来たボールを、うわラッキー、これはサーブアウト、日本救われました。うわ本当に嬉しい。今のは12対12、日本救われました。ただまだ同点です。これ今リズムが大林さん入れてる状況ですからね。そうですね、逆にブロックで1本もう1本止めてしまいたいですね、はい、今度は日本のブロックが見たいところですが、ブロック2枚、これが決まる。ドミニカのポイント、トスがね、ちょうどねいい具合にあの離れた状態でブロックがね日本の方ちょっと割れてるんですよ、はい、ですからね当たってもそういうか飛んでいったりね、そういうケースが多いですよね今。そのあたりあの試合直前まであの修正してきたと先ほど中坂アナウンサーからもリポートありましたが、ちょっとずつ歯車がずれ始めてるんでしょうかね。焦ってくるとダメですよね、高橋はフェイント打ち切れませんでした。ジャクソンから頑張れ、バウティスタ193センチ、ドミニカ2ポイントのリード、日本ベンチついに動きました。タイムアウトです。ほなあるある、絶対うまくいくよな、流れが来る時あるからもう一回切り替えて、チームがねなんかふわーふわーってしてる、自分たちもう一回走り直せ、もう一回締め直せ、ええか、単調によると落としたらいかん、落としたらそんなことないよ、クロスはもう一回戻すね、高いところで当てて、ね、戻ったらいいね、はい、さあもう一回形に入れて、自分たちの第2セット中盤まで圧倒的な強さを見せていた日本ですが、ご覧のようにドミニカのこの4連続ポイントが日本にとっては非常に効きました。その後も連続ポイントを許しています。このセットは先にタイムアウトを取りました。タイムアウト明けの1点が大事だったんですが、よく取りましたね。そうですね、本当に今ね真ん中に寄ってるボールをブロックされてますので、はい、外でサイドに引っ張ることと、もうブロックいったらブロックアウト、はい、やってほしいですね。ここは前には吉原がいます、大山もいます、そしてサーブに威力である高橋、ジャクソンセッターを動かします。ロドリゲスクロス、力がある、上がっているか、上がっています、日本が上げました。韓国戦で見せたあのスライドバレーです。レフトへデルセルス、ラリーになる、竹下パス飛んできて、大山流れがセンターからバウティスタ、エンドラインいっぱい。これはあのジャクソンにね、セッターが変わってドミニカの方はやっぱり速攻中心になってきてますので、日本のブロックもちょっと考えないといけないですよね。ドミニカのジャクソン、途中から入ったセッターが実はキャプテンでした。このチームのベテランプレーヤーで、精神的支柱みたいなところもあって、はい、ドミニカがなんかこう引き締まり始めたところもあるのかもしれませんね。その辺で、今やらなきゃっていう風になってるんでしょうね、はい、今は試合のリズムは揺れ始めています。日本に行くのか、それともドミニカに行くのか、両チームにとって正念場。メルセデス当てる、当てる、ストレート上げました高橋、ストレートの強打を上げて、今のね二段トスもねものすごく難しいんですけどね、よくストレート逃げましたよ栗原。15対15、日本同点です。3枚ですよ、3枚、100% で打ち切ってないところはいいですよね、力抜けてますよね、はい、あのあたりは相手を見えてるんでしょうね。いやもう感じてますよ、大きいブロックですから感じている。ダイレクト、ダイレクトが押し込んだ、テクニカルタイムアウトは日本リードで迎えました。誰力入ってねえの、
ることがパワーになる。キシリトールが虫歯の原因の3を抑え、プラス2パワーで強力に再石灰化。健康な歯のためにロッテキシリトールガムプラス2。その1秒で僕は変わる。1秒リフレッシュロッテクールショック、今キャンペーン。テクニカルタイムアウトが解けました。さあ日本、このタイムアウト明けの1点も欲しいが、ブロックアウトです。ブロックアウト5点、ね、日本はね、竹下がフォワードなんで、レフトからの攻めっていうのはね、すごくね、ドミニカにとってはね、有効なんですよ、はい。まあ、ドミニカももちろんそのあたりは見えてるでしょうしね、はい。またドミニカに同点に追いつかれました。16対16、第2セット、ラッキーサーブが長い。こういうところは本当に日本助かってますよ ね。メルセデスのサーブはヒットしませんでした。ここで吉原選手、ちょっと落ちるサーブで相手を乱してブロック止めてほしいですね、はい。前には杉山、栗原がいます、日本です。この、ね、竹下がね、どこのポジションに入るかもちょっと見てほしいんですよね。竹下は今レフト側に回りました。しかしブロック1枚高い、バウティスタ。相手もね、セッターは意識しますよね、でしょうね。中にいるかね。カブラルだけではありません。このバウティスタも怖い。ドミニカ193センチ、そのバウティスタが後ろに下がって、前にはカブラルがいます、うん。よっしゃ、ライトへのボール、杉山。これですよね、先ほどあの大林さんがハイドの攻めって言われたのは、あのストリングガンさんとかエイクスよりも今ブロックを切らした方がいいと、今のは正解ですよね、はい。竹下がサーブに下がりました。18対17、互いに1点の取り合いで第2セット終盤を迎えています。ここは高いですよ、ブロック。カブラルが来る、カノが入っていたんですけれども、それを上回るカブラル。いや、ここのコースはね、練習でも相当強打でね、はい、もうブロックなくても取れるんでやるんですけど、それ以上にすごいの来ますね。今日は拾う練習、あの強打をね、拾う練習何度もしていたんですけれども、はい、それを上回っています。ドミニカ繋いでいる、ビークイック、バルガスのビークイックです。これよくだから、セッターがこれを使うかっていうことですよね。この辺りは大場さん、ちょっとドミニカも合ってきましたよ。そうなんですよね、積極的ですね。この辺りはちょっと不気味です。日本前、グローブはプッシュです。今日はね、ドミニカのチームはね、高橋を結構マークしてるんですよ。だから、昨日トルコ戦のように時間差攻撃とかが今日はあまり目立ってませんよね、はい。まあ、昨日高橋があれだけ打った試合を見せられれば、当然マークはね、はい、高橋で集まりますからね。いいサーブだ、崩した、ジャクソンが流れてくる。さあ日本チャンスボールが入ってくる。ここで大事にどうするか、杉山か、杉山では使わない、大山ブロックだ。大山が止められました。スパイクが返ってきたみたいなブロックでしたね。ドミニカが先に20点目を叩き出しました。ちょっと先ほどありましたが、大山がブロックの網にかかり始めてますね。先ほどクロス止められたので今ストレートだったんですけど、もう一ひねりですね、あ、そのあたりは大山も内訳はできているわけですね、やってますよ。そのあたりを考えてか、竹下は杉山を走らせる。だからこの辺のコンビが今、竹下選手のところにボールが行ってるので、レシーブ返ってるので、切れてるんですよね。竹下がゲームメイクできるわけですね、はい。20対20同点です。さあここで高橋に変えて、日本は大村をコートに入れました。184センチ、3m19 の最高到達点は日本最高峰。この大村の高さ、日本期待です。20対20、日本も20点に得点を乗せました。杉山のサーブ、セッターガット、ライト、ロドリゲス、ブロック一旦は影だ。ダイレクトリーも絞ってきた。ブロックまで良かったんですけどね、ポイントはドミニカです。これね、ちょっと日本はラッキー、出ると怖いですよね、ドミニカ、そうですね。日本は高橋をコートに戻します。21対20、ドミニカが1点前に出ました。日本追いかける形になっています。前に出られては追いつきの展開ですが、ただ逆転できない。日本追いついた、追いついた。21対21で次の1点ですね。もう絶対ですね、これはいいですよ、高橋のサーブは、ローテには恵まれています。高橋のサーブを見たところでドミニカがタイムアウトです。We're lawyers. We have to fight for justice. But it's Capital Barbie. I don't think you're tough enough. Watch me. めげない、逃げない、へこたれない。これが私のハッピールール。QC ブランド、ハッピーマックス。ぶっ張ることが多い。
てのヒットメーカーが放つ全米大ヒットアクション超大作がついに日本上陸。もう誰も奴らを止められない。バッドボーイズ2バッド。見ないとヤバいぜ。ちょっ今日はママに大サービスしてあげよっか。心の中でじゃあ補強サービスしてあげようよ。おもり勤労感謝の日に作ろうハウスコクマロカレー。大サービスだな。これが 9.9 ミリ世界最薄デジカメ。SD マルチカメラ。D スナップ。ケース10誕生。愛の切り札。パナソニック。ヤクルトは現代人のためのお茶を探してここにたどり着きました。ノンカフェインで胃に優しいヤクルトのいたわり茶。第2セットは大詰め21対21。さあこの1点が大事。マーバーは高橋期待ができます。大事な1点。前に出るのも高橋のサーブはなんとアウト。なかなかこういうところで、ね、高橋選手ミスは少ないんですけどね、珍しいですね。すぐ切り替えてほしい。ドミニカポイントです。ドミニカ目の前には3番のバウティスタ、193センチのポイントゲッターがいる。よっしゃTu es là, tu es tout petit là.
と夏がこんなに合うなんて、その組み合わせが新しい。カフェロワイヤル&ナッツ新発売。あや。I'm Santa Claus, but I have no beard. Itchy and tickly. Of course, it's warm. It's much nicer without a beard. Thank you for being here. You're welcome. Happy Blue Ice Cream, Aya Debut. 痛むからってカラーリングをやめるわけにはいかないじゃないですか。傷んだ分だけそのコンディショナーの成分が入っていく感じがしました。ついに完成、パンテーンエクストラダメージケア。一晩じゃ奇跡は起きない。前のゴワゴワが嘘みたいで、カラーしてもこれなら大丈夫ですよね。うん、すっごい嬉しいです。それが負けない髪、パンテーンエクストラダメージケア。やはりドミニカは恐るべき相手でした。第1セットあれだけ楽勝で取った日本、しかし第2セット奪われました。大事な第3セット、しかしこの第3セットのファーストポイントは高橋美雪の強烈なスパイクが突き刺さっています。もうやっぱり1セット目のような気持ちにね、切り替えてやってほしいですよね。そうですね、ひょっとしたらあの1セットのあまりにも楽勝ムードに、何か選手の中で緩んだものがあったのかもしれません。森さん、はい、その辺ね、やっぱり監督もね、気づいてますね。あ、そうですか。1セット途中の勝てると思った油断が2セット取られる結果になった、追い詰められた気持ちでしていかないとというね、一喝しました。あ、なるほどね。で、大山栗原に思い切っていけと背中を叩いています。この立ち上がりがとにかく大事と話してくれました。その立ち上がりなんですが、今セッタージャクソンのクアタックが決まったかに見えたんですが、ホールディング取られました。日本のポイントで2対2。そしてこのポイント、もう出だしで大事なのはやっぱりブロックで、ね、相手の攻撃を封じてしまう、あのドミニカはやっぱ自分の攻撃決まると盛り上がるので、そこで精神的に、ね、まずダメージ与えたいですね。第2セットを見てもあのシーソーの展開だとやっぱりこうドミニカの強さというのは目立ちましたから ね、 そ、 うですよね。その中心がこのバウティスタでした。ですからね、こうやって、ね、好きな攻撃をドミニカにやっぱり刺しちゃダメなんです、そのためには日本は、ね、サーブを、ね、とにかくサーブで崩すという展開に持っていければ、ね、これはもう絶対にいけるんですよ。日本のサーブというのは実は出場12チーム中この試合の前まででトップランキングなんですよね、武器なんです。日本のサーブはそのサーブで崩してドミニカに、ドミニカの跳躍力抜群の高さ抜群のアタッカー陣に何にもさせないこと、好きなプレーをさせないこと、そうなんです、的を絞りたいですね。その大事なサーブ栗原です。一発栗原のタッチ、そのサーブポイント、いやー、くずわさん絵に描いたようなサーブポイントですよ、これいいコースですよ。もうね、ミスは怖がらないで、これぐらい思って気持ちでね、攻めることですから。実は昨日大事な場面でスパイクサーブが打てなくなってフローターサーブを打ってるんですね、栗原はね。ここ一番でいいサーブだ、自らのこのスパイクサーブにちょっと自信が持てなくなったシーンも昨日実はあったんです。その栗原が見事なサーブポイント、そしてこれもサーブで崩して高橋の時間差、押し合いになる。大山のおしゃれ、ポイントは日本、ポイントは日本、6対1。今あのサーブで攻めてますから全部において受け身にね、今度ドミニカになってますね。日本5点のリード、ドミニカタイムアウト。いいよ、はい、ナイスサーブ、ナイスサーブ。パラパパパI'm loving it. Go bold it. You just go net. Oh, 続けばな。I'm loving it. 試し合ってみ。横になってみ。照れた販売員。I'm loving it. 自由な発想。想像。もっともっと楽しむ一方。I'm loving it. 何も変わらない。好きなこと世代。あと French fry. I'm loving it. Wonderful small. Daihatsu.Wonderful small. Oscar, Andre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 . 切ないほど広いダイハツムービー。ファインディングニモグッズプレゼントキャンペーン。8対3、5点のリードを保って日本テクニカルタイムアウトが解けます。リズムは渡したくない日本。高橋のサーブ、ジャクソンが上げる、ブロックはアウト。今でもタイミングはいいですよね、吉原選手
に当たってますよね、はい、だから良かったです。池田選手いるので避けたいところですからね。ポイントはドミニカです。ここでドミニカになんとサーブポイント、ロドリゲスのサーブポイントです。せっかくねドミニカのチームがね、すごくねもうミスが出だしてね、はい、ちょっとね集中力を手掛けたんですよね、ここね一本で来てほしいですね今ね。やはり国際的な経験はまだそんなにないですから、はい、ないですからね、競り合っていけば決して日本も負ける相手ではないんですが、あこれもアウト、ポイントドミニカ。ミスで取られるというのがもったいないですよね、はい、8対6、ドミニカはこれ3連続ポイントです。ここは吉原さんと切ってほしいですね、その吉原を使うか、いやレッドを使った、大山に打たせた、しゃワンタッチを取りました。苦しい場面、打つのはおそらく怖かったでしょう。そうですね、だからここ変わったところですよね、2本目はちょっと難しいと思ったんですけど、はい、日本9対6、この大山のスパイクワンタッチで日本取りました。もう大山は祈るような表情をしています。19歳のエース、若き日本を背負ってなす大山、レフトへ、うわこれも切れ味抜群です、メルセデス。ここでね本当にいろんな選手が打って気持ちよくさせてはいけないですね、ただちょっと第2セットのドミニカのムードは出てきましたね。そうなんですよ、とにかく連続ね、取られないようにしたいです。第2セットは日本取られました。第1セットあれほど突破したのに第2セット取られた日本。竹下ここアンダーで上げざるを得ない、栗原さあ打った、今ねサーブレシーブ変えられなかったんですよね、アンダーで頑張りました。ただ今日の栗原の表情はいいんじゃないですか。悪いことほどなんかよく打ってますね、これも佐野がちょっと崩れて竹下もアンダーで上げて、もうメグお願いというね、はい、状況のトスアップだったと思うんですが、高い決定率を残している栗原、実際7です。ジャクソンから速攻ちょっと合わない、一本チャンス、高橋アンダーだけ近い、栗原ブロックだ。やはり高さ、このちょっと二難気味になるとね、ドミニカに痺られますね。これでもうブロックアウトできたら完璧ですよね、栗原選手ね、はい、これから、はい、竹下がアンダーで上げます、栗原つなぐ、ドミニカ難しいボール、カブラルは返すだけ、あっと危うくポイントになりそうでした。高橋が懸命に手を伸ばしました。チャンスボールはドミニカ、1人止まった、カブラルです、ストレート。いや今のね攻撃はねすごいしつこくなってきましたね、ドミニカは1点差です。あとサーブレシーブ今乱れてますからね、注意ですよ。第2セットもほぼ同点ということになると苦しかった日本、近い栗原、跳ね返ってきたボールは日本、竹下もう一回栗原、今度はプッシュ反応しています、ジャクソンから怖いカブラルはフェイント、栗原に乗った竹下、高橋返してあげ打てない、ダイレクトの高橋のドミニカ、日本チャンス、栗原ストレート、いやアンテナに当たりました、栗原のスパイクアンテナに当たって日本同点に追いつかれました。センター線ちょっと使ってませんね、日本タイムアウトです。ゆっくり喋れ、こういうの喋ってよ、まだスタート、ここからもう切り替えて、まだ自分たちをもっとゆっくりゆっくり攻めて、もう走り回ったらええんやから、ええか、こっち行くよ、中でどんどん喋っていこう、行くよ、今行くよ、まずチェックからね、ここ行こう、ほらまで行った、ほらまでね、一本受けたらあかん、受けたらあかん、受けたら攻めて、柳本監督、このタイムアウトで受けたらいかん、そう語って選手たちをコート上に送り出しました。同点に追いつかれた日本です。ドミニカの3連続ポイントで日本10対10、同点に追いつかれました。ここでセンター線を前に日本のポイントです。いやーコートサイド伊藤さん、ちょっと日本苦しい状況ですけどもね、はい、でも選手の皆さん本当に気合入ってますよ、ここは締め時ですからね、日本はね、はい、精一杯応援します、はい、よろしくお願いします。ただここでセンター線1本使ってきました、日本オッケーナイサブ、このサーブで崩した、よし、日本チャンスボール、これセンターに通し、杉山が走る、おーよく来た、コンビ今ねすごくいいチャンスボール返ったんですよ、竹下選手が
ネット上押し合いになる。押し込んだのは日本、まだボールが上がっています。高橋だけ、日本チャンス。竹下、高橋、ワンタッチ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 、あります。おしゃー、ナイスパイク。ワンタッチあります。あー、ようやく、なんか高橋選手らしいプレーですね。竹下が世界でこれだけ活躍できるのは、あのワンタッチの技術があるからなんですよね。そうなんですよ。それと、すごく速いレフトの平行突破ですよね。はい、これは素晴らしい技術ですね。ですよね。さあ、3ポイントリード、バックアタックでした。バックした、1本止めたバックアタック。ジャクソンから、アクー。拾っています日本。もう一度高橋、この前面に高橋、ナイスコンビ。高橋すごい。これね、このローテーションだといつも栗原選手がレフトなんですけど、このままあえてやってるのが成功してますよね。ですよね。ここは高橋にボールを集めています。ドミニカタイムアウト。徹底攻めたね。12いいは捨て待ちか。新しくなったアイムスは年齢とともに蓄積していく歯石を最大 53% 減らす助けをします。ずっと健康、ずっと一緒。午後になると粉吹き肌が気になりませんか？私は気にしない。水、もち、肌で潤い、オーラの人、アクアソリッドネオ新登場。S マジック、S マジック、S マジックスタートライン。トマダウン、ブレスパーツ配合、効きが違う。 S マジックスタートライン。オルケン、 S マジック、 S マジック、 S マジックスタートライン。トマダウン、ブレスパーツ配合、効きが違う。スタッドレスタイヤはオルケン。ドミニカに2回目のタイムアウトを取らせました。3連続ポイントを一度は許した日本ですが、その後ご覧のようにポイントを4つ並べました。さあ走るか日本。3連続ポイント許した後、日本4連続ポイントで14対10、やっと日本前に出た。ただドミニカにはこのカブラルがいますからね。そうですね、まあ、一本決められてもいいですからね、はい、次ですよね、常に続けたいですよね、はい、その思いを。ジャクソンのサーブです。アンダーで上げる。ここはもう絶対高橋です。いやでもね、この高橋がね、このレフトの平行トスが打てるっていうのは、はい、竹下にとるとね、すごくね、その決め手なんですよ。でしょうね。竹下にとっては、これがこの生きてるっていうのはすごいですね。ですから久保さん、日本は大山栗原、大山栗原と行くよりもこういったいろんな名前が出てくる方が、そうなんです、日本の形なんですよね、はい、その前に立ちはだかるドミニカのこのカブラル。15対12ドミニカもポイントです。カブラルの決定力が上がれば上がる分、ドミニカの決定率が上がってきます。出た、時間差、これこれ、はい、待ってましたね、これ、はい、ここまでレフト、そしてここは杉山がラビで時間差。高橋、昨日もこの高橋の時間差が回りました。16対12日本リードでテクニカルタイムアウトです。ロープは結構。ここで短く選挙速報をお伝えしてまいります。 FNN の判定で早くも当選を確実にされた方112人となっています。続々と当選確実が得ています。山口4区では自民党安倍幹事長が当選確実となりまして、昭恵夫人の万歳映像が入ってきました。いただきます。よろしくお願いいたします。バンザー。続いて出口調査です。石原慎太郎東京都知事の三男、広隆さん苦戦です。出口調査では民主党前職松原仁さんがわずかにリードしています。続いては政界復帰を目指す加藤浩一さんの山形3区です。出口調査の結果では6割を超える支持を集めて大変有利な情勢です。お詫び暗挙の努力が報われた模様です。注目の福岡2区です。女性問題で苦しい選挙戦を強いられた自民党山崎副総裁、出口調査では民主古賀さんに 0.4 ポイント差をつけられています。以上、開票速報でした。お世話になります。今ご覧いただいています画面は民主党の開票速報、たった今ですね、民主党の菅代表とご覧のように小沢さん2人で会見を始めたところです。ちょっとお聞きいただきましょう。のことを全力でみんなが一生懸命やったと、あとは国民の皆さんの
審判の結果を待つだけということだと思います。読売新聞の中村です。各社のですね、開票速報などを見ておりますと、現時点ではその民主党は解散前勢力を大きく上回る勢いですが、与党を過半数割に追い込めるかどうか微妙な情勢です。でそこで両氏に2点伺います。現時点での手応えと、またなぜ民主党が躍進したと分析していらっしゃいますか。まだ途中の過程ですから、あまりはっきりした数字は分かりませんが、我が党の候補者が新たに数多く当選をさせていただける情勢だということは大変嬉しく。16対12テクニカルタイムアウト、2回目は日本リードで迎えました。日本ようやく一歩一歩ドミニカを凌駕し始めています。ライトグローブを使ってきたロドリゲス、しかし反応しています日本。ここは大山ストレート、カブラルが拾っています。ジャクソンからトスフェイント、うまい、ジャクソンのトスフェイント、ああいうことをやるんですね。キューバのキャプテン、ちょっとオーバーメイト気味で、監督がね、前衛で使うのは実はちょっと厳しいと。ただ実はこのジャクソンの引退が近くてね、年齢的なこと考えても、このワールドカップひょっとしたら最後の国際ぐらいになるかもしれない、そういった思いもあるんでしょうね。チームがまとまるんですよね。ですからドミニカは第2セットの粘りがあったんでしょうね、このジャクソンを入れてからね。はい、第2セットの追いつかれ、そして取られた思い、日本を忘れてはなりません。第3セットリードは4点ですが、17対13、ただドミニカは破壊力があります。こういうね、サーブレシーブがきっちり入った時の攻撃っていうのはやっぱり素晴らしいですね。ですよね、本当素晴らしい。ですからこれあと2年3年してきたら、本当にキューバみたいなチームになってくんでしょうね、このドミニカはね。すごいですね。17対14です。竹下からオープンの大山、よっしゃ、大山決めてくれました。まず1本いきましたね。打点を ね落としてませんよね、大山はね。そうですか、柳本監督、2本が生まれた大山に先ほどのタイムアウトで話しました。ここは攻撃に下がりました。さあさらにはバックアタックもあります。大山、いい、サムラジャストに帰る、センターから速攻を使われました。ただこれはしょうがないんですよね。そうですね、ブロックマンのマークの仕方、竹下選手レフト行ったり、いろいろ考えてるんですよね。ここでドミニカはメンバーチェンジです。ジャクソンに変えて14番センターリブラ、183センチの選手を入れました。ここはドミニカもサーブで一旦崩してブロックで圧力をかけたいところです。セッターは一旦下がりました。ドミニカです。フローターサーブ、高橋が打った、竹下ブロックをちらっと見て、栗原ストレートワンタッチ狙い、拾っています。ドミニカの作戦がそうそうしている。これを切らない、返したけ日本チャンス。よっしゃら、よっしゃら、ちょっと当たんなかったのが良かったですね。よっしゃら、竹下、よっしゃら、19点目が日本に入りました。ドミニカはセッターのジャクソンをコートに戻します。ああいうラリーでね、コンビで制すると気持ちいいんでしょうね、おそらくね。そうですね、とにかく強さはないので、はい、速さでって吉原選手は徹底してますよね。このよっしゃらがサーブに下がりました。日本前衛には栗山、栗原、そして竹下、大山は後ろにあります。来ますが、大山はバカだ。バカだ。ナイス。これね、全部ポイント取ってるのリベロ絡みなんですよね。そこが大きい。この一点はね、ものすごく大きいですよね、日本にとってはね。守備の要が拾えません。ドミニカ。日本はこれでサービスエース、この世界の強豪の中でトップです。はい、ダントツですね。そして吉原はここは地元。前に来た。7年ぶりの全日本、日の丸をつけて戻ってきた吉原、時間差で来る、カブラルのスパイクを拾っています。高橋ランドルを上げる、栗原クロス、力を抜いたスパイクです。ジャクソンからバーティスト、ストレート、ネット上昇、強い、タッチネットだ、でもね、竹下のプレー見てください、159センチがね、ネット上の気の強いプレー、これが持ち味ですね。これこの身長差です、この身長差。目の前は180センチ、190センチオーバーの選手が並んでるわけですが、タッチネットにはなりましたけども、竹下の気持ちがいきました。栗原、残った、バウンディスターを弾き飛ばしました。日本21点目、21対16。でもね、本当にたくま
ましくなりましたね。もうね、安心して見せられますよね、栗原選手は。大会に入る前には福澤さん、何度この栗原は泣いたでしょうね。泣いてばっかりだったらしいですね。吉田らもこの子は大丈夫だろうかと、そう思ってたそうですけれども。なるほど。多分外でね、こう練習中も涙してますけれども、はい、部屋の中でもね、多分悔しくて何回も泣いてたと思いますよ。その栗原がサーブを拾って、栗原に打たせるか。いや、ここは高橋。はい、今日は連続ですね、高橋は ね全部ですね。本来ね、高橋選手レフトプレイヤーですから、もうこういうの一番得意ですよね。そうなんです。よく考えたらこの人 V リーグの MVP プレイヤーですからね。そうです、そうです。よく考えたらね、福澤さん、はい、日本のナンバーワンプレイヤーなんですよ、実はこの人は。はい、 V リーグで MVP を取った高橋、去年は全日本のキャプテンでしたからね。そうですね、力を出して当然といえば当然なのかもしれませんが、ここはドミニカの高さ、目の前にいるのはバルガス。日本はあとはもうドミニカに連続点をやらないことなんです、はい、サイドアウトさえ取っていけばもう大丈夫なんですから、つまりあと3点で25点が取れると考えた方がいいと、はい、そうなんです。竹下から、ここは杉山です。はい、ナイス。さあ、応援席のニュースの皆さんもここは大きな声援を送っている。その声援が届いているか。高橋、そして杉山の決定率が高い。この日本の戦い方は明日のポーランドもそう、そして大阪3連戦もそう、一つ日本のひな形ですよね。そうですね、センターライトが高いということはセッターにボールが入っているということなので、はい、一番いい状況ですよね。ただドミニカも粘ります。第2セットは何しろドミニカ粘りを見せて取りました。6月8月の国際ゲームではキューバを下したドミニカ、今大会もブラジルとはマッチポイントの競り合いを演じています。はい、ナイスコンビ。センターは吉田ら、そのドミニカを封じ込める。吉田らの気迫の表情、あ、いいですよ。連敗した、ね、2試合というのは吉原選手のこういう攻撃見られなかったんですよね。ですよね、はい、完全にマークされましたからね。さあ、そしてこの第3セット、セットポイントを握って竹下から日本カードを切ります。宝来です。この宝来が後ろにいるから日本は安心して戦えるところもありますよね。はい、レシーブもね、本当に体型変わりますからね。その宝来で止めるか。セットポイントを掴んでる第3セット、ジャクソンからロドリゲス、うまく打てない。吉原から決めると言われた大山、繋いでいます。ドミニカ、ナイスブロック、約束通り2本決めた。タイムアウト、監督の約束通り大山2本決めて第3セットを取りました。セットカウント2対1。さあ、日本王手をかけました。バン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 、体脂肪が燃えているんだ。しかも素早くね。体脂肪は素早く燃やせ。飲まなきゃダメだこりゃ。新しいケーキを発表します。ココアスポンジと滑らかクリームの3層構造が実現しました。この美味しさ新設計、ブルボンショコラケーキ。クリオそれは香り高く滑らかな口どけ、トリュフチョコの贅沢な美味しさを差し上げます。ブルボンからクリオス新登場。尻尾を張るときにもう失敗したくない。久光の湿布はここまでバリッと引っ張ってそのままピタッと張る。びっくりするほど張りやすい。のびのびサロン湿布バリッ。さらにのびのびサロン湿布は切れ目を入れればもっと便利。よく動かすところにもピタッと張れます。